皆さんこんにちは。日本で声優をやっています大久保ルミです、この度漫画プラネットさんに、私のインタビューを載せていただきました。ありがとうございます。声優としての話だったりとか好きな漫画の話だったりとかいろいろと話してますので、ぜひ楽しんで読んでいただけたら嬉しいです。またね、漫画プラネットさんは、皆さんに読みやすいようにと日本語を英語に翻訳して皆さんに日本の漫画をお届けしているっていうコンテンツなので、そちらの方もぜひぜひいろんな本を読んでもらって、はい、こんな漫画が日本にはまだまだあるんだなーなんて思ってもらえたらとっても嬉しいです。漫画好きな人、私と一緒に漫画をたくさん読みましょう。ということで、よろしくお願いします。